からね、部屋の窓からタイムズスクエア見てたら、傘差してる人もいれば差してない人もいて、まあアメリカの方傘差さないで歩いたりする人も多いので、もう実際のところちょっとどれぐらい雨降ってるかわかんないのでね、今ちょっと出てきてみたんですが、まあ、結構降ってんね傘持ってないっていう、買うかどっかで、午前中ねちょっと部屋でゆっくりっていうわけじゃないんだけど、やらなきゃいけないことがあったんでパソコン開いていろいろ作業はしてたんですが、これはどっかの航空会社のクルーですね、これから出発されるんでしょう。昨日からねもう予報で今日と明日雨、明後日日曜日の帰る日もね雨だって言ってるんで、この昨日まで3日間乗ってたオープントップバスもね、実はチケットがまだあと2枚あるんですが、カッパ着て乗ってるよ。どうだろうな、やってるかな。一応さっき調べたらやってるんですけどね、3時半ぐらいまでは。これここ46人だよな。このもう一個向こうだと思うんだけど、まあほらこうやってねみんな傘差してる人もいれば、全く傘もなく歩いてる人もいて、上から見ててもね、実際どれぐらい雨降ってるのか分かんないっていうね、想像つかないと言ったら変ですけど、一風堂ですこんなとこでラーメン食わんでもって感じですけどね、特にお前食べたいものはないんでちょっと来ちゃいました。近いしお客様ご案内です。でもねちゃんと隠して Thank you カウンターです。日本人いないよ、アメリカ人ばっかりだ。人気なんだね。こんなおしゃれなグラスで水が出てきましたよ。フードこれですすって食べたらヌーハラになるんだよね、ラーメンなのに。アメリカだとね、札幌ちっちゃい瓶ですよ。これ毎日カリフォルニアいる時にね6本入りの箱で買ってきて飲んでたやつ、これが1本8ドルです。ウェイターさんが今ね注いでくれました。いただきます。お疲れ様です。美味しいね、うん、荷物置く場所がなくてね、椅子の後ろに置いてたらわざわざこうやってねバスケットちゃんと持ってきてくれました。気が利くねやっぱね。さすがフィフスアベニューみたいな感じですよ。はい、白丸来ましたよ。美味しそうです。いただきます。ちなみにチャーシューはポークとチキンと豆腐が選べるってなんかよくわかんないシステムでしたけど、注いでくれてます。 Thank youThank you. レンゲもあります。まずスープから。レンゲがなんかでっかいな。ぬるい。ぬるい。マンハッタンでチェーンのラーメン入るの初めてなんですけど。ぬるいね。麺がちょっと。麺はまあかなり柔らかくて、これはちょっとね本当にバリカタって言わなきゃいけないぐらいちょっと柔らかいな。ごちそうさまでした。 Thank you。 よいしょ。美味しかったですよ。美味しかったですけど、結局ねチップ込みで47ドルぐらい払いました。日本円で今の相場為替レートだと、6000円ぐらい。昼間にねラーメン1杯食べてビールを飲んで替え玉して約6000円っていうと、まあ円安だっていうのもありますけどね、やっぱりちょっとやっぱ物価は高いですよね。美味しかったですけどねラーメンはね。こんなでも物価の高いニューヨークマンハッタンで小室夫妻生活されていくんですが大丈夫なんでしょうね。本当ね大変だと思いますよ。とりあえずホテルの方向かって帰りますが、あちょうど斜め向かい、いきなりステーキもあります。これはやってんのかな、営業どうなんだろう。空いてる感じじゃないけどね。まあまあいきなりステーキは食べないんで、はい、とりあえずホテル戻ります。うわさっきよりちょっと雨強くなってますね。まあいったな。ほら雨の中ね傘さしてミュージカルのチケットを買い求めていらっしゃいます。これは結構降っ
ってんな。雨のタイムズスクエア。まあまあ最後の最後にこうやってね雨降られましたね。まあそうか、着いた日のシカゴも雨だったか。シカゴもね3日間いて2日間雨だったんだな。間がいい天気だったからあれだけど、ニューヨークはどうやらこのままね終わりの2日間が雨で、最終日飛行機に乗る日も雨でホテルをスタートすることになりそうですね。これ乗ってねアップタウンツアー行きたいんだけど、ちょっともう今日は、3時半なんで、明日にしましょう。明日ちょっと午前中どうだろうな、予報通りなんだよね大体ね、天気予報正確ですからねアメリカも。今ねメールが届きました。昨日ね受けました、なんていうの PCR 検査テストね、結果が届いたのでちょっとこれを見てみます。名前の一部があってここにね誕生日を入れるみたいですね。で、あ、出ましたね、バーコードで、ステータスネガティブ陰性ですね。あ、よかったよかった、これで帰れます。これはね検査機関が送ってくる通常の検査機関の結果の通知で、この後ね、PDF でちゃんと日本国政府指定のフォーマットに記入したものが送られてくるということなので、これしばらく待ちます。ネガティブ、陰性ですね。はい、今ね、これちょっと iPhone で見てますけど、日本政府の指定の書式でね、ちゃんと PDF で。陰性証明送っていただきました。これでまあ無事に帰国はできるでしょう。ファストトラックを利用するためのね、アプリっていうか事前の手続きでね、アップロードしておけるものはこれでしておくのがまあ便利だと思うので、この後その辺のね、手続きをします。まあこれで無事に日本帰れますね。はい、夜もね結局雨が降ってても出かけるのも面倒になったので、ホテルのねクレジット30ドル分がついてるので1日、まあ、5泊で150ドル分あるんですけどね、まだ使ってないのがかなり残ってたので、こんな感じでちょっとテイクアウトしてきました。レストランで食べようかなと思ったんですけどね、今日フライデーナイト、もうすっごいお店混んでまして、もうちょっとねそういうとこで、まあ、ザーザー落ち着かないっていうのもあるんでね、部屋に持って帰ってきました。テイクアウトです。これスパイシーチキン、美味しそうだよな、これ辛いやつだよね。でこれが、マリオットバーガーって言ったかな、はい、ハンバーガーですよこれね。だから今ケチャップかけてこう閉じるんですけどね、これねパンズでね、ピクルスが飛んじゃってるよ。でフレンチフライ、そして大量のケチャップで、もう一個ねちっちゃい小箱がついてたんで、なんだろうと思ったらこの中にも、マヨネーズとかケチャップが、あとソルトね入ってます。でこれ、まあ2人1人で食べると思えないんだろうけど、ちゃんとねナイフフォークスプーンが2セットありました。今夜はこれをいただいて終わりにします。